皆さん、こんにちは、翔です。で、今日がですね、11月の16日、今が16時30分ですね。今日ですね、日本株、日経平均に関しては小幅高、まあ、30円相当上がったんですよ。で、今日上がることに関しては、昨日皆さんにですね、ちょっと話していて、若干ですね、あの、日経平均の一株当たり利益が1.3%から5%相当引き上がったので、 ま、それにね、あの連、あの連動するような形で、今日若干水準切り上げたんですね。で、個別銘柄ごとに見ると、グロース株絶好調、あとソフトバングループ、あの、僕は持ってる株ですね。これもね、また上げ足、まあ、高くなってきてるという、まあ、早くなってきてるという形になってるので、バンドを形成してますからね。非常にいい状態が続いています。はい。で、2018年相場もね、ちょっとまた引き定されてきそうな動き方を一応してきてはいるので、なので、現状の日本株マーケットがどういった状態なのか、今日ね、どういった銘柄が動いて、 具体的にね、どういったチャートを形成しているのか、状況のアップデートをいつも通りしていきたいと思っていますので、最後までご視聴いただけるとすごい嬉しいです。はい。で、僕はですね、2013年から7年間証券会社に勤めていた元証券マンで、今、専業投資家です。で、自分の資産をね、増やしてきた手法であったりとか、マーケットの正しい見方、テクニカル分析の、より実践的な使い方、まあ、僕の8年間の集大成っていうところを皆さんにですね、この僕の動画であったりとか、あとメンバーシップっていうところでお伝えしているので、 まだ僕のチャンネルですね、登録してない方がいたら、ぜひともですね、チャンネル登録と、あとツイッターのフォローですね、しておいていただけるとすごい嬉しいです。一応ね、あの、YouTube のチャンネル登録数は3万人超える段階まで来ていて、ツイッターの方も、まあ、大体ですね、今1万人相当いますから、計まあ4万人相当になっているというふうな肝感です、一応。はい。なので、ま、あよかったらね、あの、よろしくお願いします。というわけで、まずはですね、いつも通り、マーケットの全体像から確認して、 より詳細の方に落とし込んでいこうと思うんですけど上から順番に s p 5 0 0 4 6 8 2まあ変わらずですね ナスダックに関しては0.04%下落していて、ニューヨークダムも同下落ですね。12ドル安。まあ36,087ドル。36,000ドルをなんとかキープしているような状態ですね。で、市場のフ不シリアーラすビックス数に関しては16.49。まあ定位で推移しています。まあ全体的にリスク取られやすい水準ではあるんですけども、まだビックスの MacD はゴールデンクロスを形成しているので、こういった段階では、まだね、やっぱその、完璧に、まあ、あの、 楽観視してはいけないのかなと、脇を緩くしてはいけないのかなっていうふうには思うので、しっかりとね、脇を締めて、目先の上昇っていうところを試していくという形でいいんじゃないかなっていうふうには思います。はい。ここからさらに買いに向かうかどうかっていうのはまだちょっとイフなんで、ちゃんとね、方向感出てから、m ックあの,の、VIX の MacD の方向性っていうところを見てから、追加っていうところは考えてもらっていいのかなという気はします。はい。 で、その流れを受けて日経平均に関してはさっきも言った通り31円高。29,808円。3万円トライしそうなんですけど、なかなかですね、抜け切れてないところがあります。何か引っかかってるんですよね。何かっていうのは、もちろん今週の、おそらくアメリカのマイナースキューです。まあそこあたりが影響して、日経平均も3万円というところ、行きそうなのにいけないっていうところだと思うんですね。はい。 ま、そこあたりはね、あの、他のところも、ま、個別具体的なところで言うと、個別名柄のことで言うと、またちょっと話は別なんですけどね。で、中国マーケットに関しては高安待ちましです。はい。上海、深センともに若干下落してるんですけど、ハンセンに関しては1%上がってるんですね。で、欧州の株式マーケットも0.36%上がってるという形なので、まあ、米国株がね、ちょっとね、微妙なチャートの形状を組んでるんですけど、その他のところはね、まだそんなに怪しくはないんですよね。はい。 なのでそこを踏まえた上で、今からチャート分析ですね。より具体的な話っていうところを、話をしていきたいんですけどで、まず見てもらうのが日経平均の冷やしチャートですね。m a c にはゴールデンクロス、上昇トレンドを継続中です。青のラインがオレンジのラインを下から上に突き抜けてゴールデンクロスをしているので、このパターンが出ているときは、まだ強いんですね、チャートはね。でストーキャスティックスは加熱気味のラインに入りました。 で、RSI に関しては、今切り上がってるので、ここに関してもまだですね、怪しい動きはしてないですよね。ワンチャンここの動きかもわかんないんですよ。ここ抜けてるので、ここ下回ってこないようだったら、まあいいのかなという気はします。あとはここのラインですね。はい。ここのラインを、沿って上がっていくかどうかってところも重要なんで、そこはね、しっかりと押さえてみておいてほしいかなというふうに思います。ここもからもしかすると、ここのラインも抜けてますもんね。 うん、そういうところを見ても、まあ、日経平均ちょっとね、上抜けしそうな感じはしなくはないんですよね。はい。で、現状の冷やしのポジションを見てもらうと、一目の上下のライン、この緑のラインを上回ってるし、パラボリックに関しても上昇トレンドを形成している。冷やしとの距離も開いてるんですね。五海道平均線は上向きで、25日、オリンジャーバーナの中央線を一応今上向きですから、そこを見ても、まだ全然、あれですよね。 余裕はありますよね。で、ここですよね、やっぱし。窓目。今日若干したんですよ。上がった関係で。窓目後はやっぱし一旦下がりやすいっていうところがあるので、なので今日上髭が伸びてます。はい窓終。窓目終了後の上髭ですね、これは。なので、まあ今日ね、あの、高いところから若干戻るかもしれないっていうところに関しては、 ここの窓を意識していたらなんとなく想定できたことではあるのでまあまあまあって感じかなって気はします、まあ、どちらかというと明日以降の動きが重要なのでまあ日本の個別銘柄の動きを見るとそんなに怪しい動きはしてないんですよねで、えー、とそれと関連して見ていくのが日経平均の上下に寄与した銘柄ですね銘柄群、まあ、そこの動きをあの確認していくんですけどこれがです、ね、日経平均の上昇寄与の上位の銘柄ですね 1>, 1位が東京エレクトロンです。ここで日経平均をだいたい28円9円相当押し上げているんですよで。その下にソフトバングループ、ネクソン、ソニー、アドバンテスト、この5銘柄が今回の主役ですね、日経平均の。はい。上昇強度トップ5です。じゃあ逆に、下落強度トップはどこだったのかっていうと、1位リクルート、2位が NTT データ、で3位がエーザイ、ファナック、M3。うん。ここあたりがですね、ちょっと下げてしまってるんですよね。はい。 ま、ただし、ま、ソフトバングループが戻ってきてるっていうところはでかいですよね、はっきり言って。ソフトバングループが戻ってきてるってところは。あと東京エレクトのアドバンテスト、ま、テック銘柄もですね、一部強烈な灰が今日も入っていたので、かなりね、あの、グロースの動き方は、のくろみ通りの 動き方かなって気はします。まあ、さっきも言った通り、ソフトバングループに関してはですね、前から言っている通り、あの、僕は6100円台で持っているので、今日7100円ぐらい行きましたから、もうあの、1000円ぐらい上がってるんですよね。だからもうちょっとね、あの、持ち越して様子見たいなっていう風に、個人的には思ってますけどね。はい。 なので、まあそこあたりはしっかりと把握しておいてほしいんですけど、で、前から言ってる通り、ソフトバングループに関しては現状バンドオーク継続中です。で、バンドオークっていうのは、冷やしがボリンジャーバンドのプラス2シグマ、この上の青のラインに沿って上がる強烈な上昇トレンドですね。で、ここの高値を今目指してるんですけど、ここも抜けてくると、さらに上げ足が速くなってくる可能性があるので、 で、ストキャスティックスの機能はこれ失われてるんで無視です。どっちかっていうと RSI が加熱気味のラインまで来るかどうかってところを見てもらった方がいいと思うんですよ。なので、まあこういうところを見てもソフトバングループを上げてきてくれるとかなりマーケットに関して対してはいいのかなという気はします。はい。いいのかなっていう気はします。なので、ソフトバングループの今後の動きっていうところが日経平均の試金石になるのかなっていうふうには個人的には思うんですよね。まあみんな思ってることだと思うんですよ。ただしその一方で今まで主役だったところが大きく値を下げてきてます。 挑戦未遂ですね。はい。あの、今日も下げてきました。2.58%で、昨日も下げてたんですね。海運株がちょっとね、弱いです。で、真っ黒にこれデッドクロス形成間近なので、まだ下がってくる可能性考えられるんですね。か、ま、つ、このヘッドショルダーを形成していたんですけど、ここを試しに来ちゃってるんですよ。ここで反転してくる可能性あるんですよね。このラインで意識されて。ここにタッチした段階で、の板の気配。 動きっていうところは、ちょっと皆さんですね、見ててもらった方がいいと思います、短期的に。ただ、このラインは明確に割ってくると、まずいので、もっと下に行くので、ま、200日ぐらいまでもしかしたら下がってくる可能性があるので、そこは、あの、しっかりとね、あの、考えて投資のタイミングは測ってもらいたいんですけど、現状ね、あの、MacD の動き見るとまだ手は出せないですよね。はい。 で、商船三井はこんな形でしょ。で、あとはその、川杉規制に関しては今日5%下がってますから、5.31%。で、ここのヘッドショルダはまた試しに来てるんですよ。ダブルトップも作ってネックラインを試しに来ちゃってるんですね。まあ、ここを見ても弱いし、日本優先も、 まあ、その、それにつれて1.96%下がってる。で、商船密輸より下がってない理由は、信用倍率が商船密輸よりもまだいいからです。商船密輸が今時給、まあ、信用の買いがめちゃめちゃ多いんですね。だから、あの、日本郵政と比べて、商船密輸の方がね、下がってるという形なんですけど、主役はやっぱりその、変わっていくので、マーケットの、次第では。で、今、その、海運株が主役かどうかといったら違いますよね、今のところね。うん。他のところに主役が移っていってるような気がします。それがもう、 ハイテクであったりとか、あとは今、まだどうなるか分かんないんですよ。ソフトバングループが戻してきたりとか、主力どころにやっぱし資金がね、向かってるっていうところが、個人的にはでかいのかなという気はします。で、レーザーテックに関しては今日明確に3万超えましたもんね。3万870円。強いですよね、ここね。ここも強いし、あとその、 半導体銘柄で言うと、どういったところが他に上がったのかっていうと、村田もちょっと動いてきてるんですね。まだこれはどうなるかわかんないですけど、まあ1.82%上がってると一応。まあ、まあ、信用解像多いんでね、何度もいないですけどね、ここあたりはね。はい。あとは、まあさっき言ったソニーなんてまた高値取ってきてるし、東京エレクトロンも、 高値取ってきてる。まあ、金エイスも少しで、ね、値を戻してきてると。で、アドバンテストね。アドバンテストも少し戻してきていて、1目の上限の値を抜けてきてるという状態なんで、まあ、グロースが今のところ強いですよね。ただ、レーザーテックに関しては、直近4連投大きくしてるので、少しね、やっぱしその、売りが出やすいかなっていうふうに思うんですよ。 あの、ここの3万2000円とか2590ぐらいまで上がってきたとき、ちょっと売りが出やすいかもわからないので、そこあたりちょっと意識かなという気はしますよね。はい。なので、今ですね、そのバリューじゃないですよね。グロスですよね、まだね、動き見ても。はい。で、今、米国株、南朝なんですけど、日本株、個別銘柄素晴らしいんですよ、動き方が。資金が入ってきてるんですよね。で、そこに関しては、いつも通りの、前からね、皆さんに見ててくださいって言ってた NS バイスですよね。 これが日経平均割ることの S&P500 で表されるチャートです。日経平均割ることの S&P500。上昇すると日経有利。下落すると S&P500 有利なんですけど、米国株有利なんですけど、今これ上がってきているので、日本株有利なんですよ、今。目先この1、2、3、4日間で言うと。で、5日移動平均線と25日移動平均線がゴールデンクロス組みそうになってるんですね。で、ここゴールデンクロス形成して、ガンで上に一気にバコンって跳ね上がってるんですよ。 そういった動きがね、もしかしたらまた出てくるかもわからないので、このゴールデンクロス形成っていうところをですね、見て。バック D もゴールデンクロス組んでるし、まあ、ストーキャンは別に加熱気味でもないしね。はい。なので、今晩、今晩以降、明日以降もここがまた動いてくるならば、米国株じゃなくて日本株です。そういった動きになる可能性が出てきているので、しっかりとね、そこは、 把握しておくべきかなって気はします。あとはですね、あの、トピックスの動きを見るんですけど、トピックスも今日0.11%上がってるんですよね。0.11%上がってるあ。ここも今のところ怪しいチャートパターン形成してないのかなって気はします。はい。うん。します。そういった形が。で、ドルベースの日経平均を見るんですけど、合ーせてですねで。ドルベースの日経平均、これ、あの、日経平均を割ることのドル円です。なので、あの、 カースの変動リスクを加味したものですから、まあ、海外投資家はベンチマークにしているところなんですね。で、ここも一目の雲の中に入ったんですよ、東が今。これの転換ラインですね。あとはその200日移動平均線ラインをこう、5日移動平均線とゴールデンクロス形成して上抜けてくるってなってくると、まあ、ここの窓埋めですよね。それがちょっと見えてくるのかなとっていう気がします。この窓ね。はい。そんな感じですね。まあ、このヘッダーシューダーも否定されたんで消しとくんですけど、 n t 倍率を見ましょう。日経平均割ることのトピックスで、優位性、あの、どっちの優位性が高いのかっていうのを見るチャートです、これは。これね、あの、いまいちわかんないんですけど、今のところその、下がってるところから上がってるので、日経平均優位の相場が続いてはいるんですよ。ただ、いつね、これ、あの、下がってくるかどうかわかんないチャート形成してるので、ちょっとその、慎重に見ててもらった方がいいかなって気はします。ただし、なんですけど、 このラインを割ってくるかどうかがポイントなんですよ。ワンチャン割ってそうですね。ワンチャンここのラインを割れてるので、下がってきてもおかしくないんですよね。いや、まあ、ただ、今の現状まだ日経平均、まあ、日経平均構成銘柄の方が、トピックス構成銘柄、まあ、トピックスへの強度の高い銘柄よりも優位な相場が続いてるので、 まだね、あの、ソフトバングループとか動いてくる可能性ありますよね。ファーストリーテイリングとかもしっかり、東京エレクとか。まあ、主力どころの動きを、あの、見て、追って取引する相場はまだ続いてると思います。はい。ただ、それ以上に、素晴らしいところはマザーズですよね。マザーズ。今日も1.32%上がったんですけど、200日移動平均線抜けてきたんですよ。ここも、ね、一旦黙ったらね、こう騙しちゃったんですよね。騙しちゃった。 ここも、あの、タッチしてから下がったんですね。過去のチャートを見ると。で、ここを今、終わりにベースで抜けてるんですよ。明日以降ですよね。で、これ今、バンド奥に発展しちゃってるので、バンド幅、上の青のラインと下の青のラインが拡大してから、そこに這うような形でし上がってるんですよ。5日以上平均線がまだね、200日下の距離が遠いので、あれなんですけど、これバンド奥にワンチャン発展してくる可能性もあるので、そうなってくると、マザーズ、構成銘柄、マザーズ銘柄の上げ幅っていう、上げ足っていうのはまだ、 はまる可能性あるのかなっていう気はします。はい。あの、僕もマザーズ銘柄持ってるので、投資し,してるので。で、マザーズへの今、四季の流れっていうところを見てみると、まず見てほしいのが、NM バイスですね。これが日経平均割ることのマザーズで表されるチャートです。上昇すると日経平均より、下落するとマザーズ有利なんですけど、ここ今、バンド幅拡大して3日連続下落してるんですよ。要はマザーズへの四季の流れが出てきてるんですね。で、あの、ここ、三角持ち合いを、 昨日の時点でブレイクして、今日下がってるんですね。で、昨日のライブ配信で皆さんにもお伝えしてるんですよ。この NM バイルの三角持ち合いの下の方にこう、切ってるっていうところはですね。なので今日マザーズの流れがまた色濃く出てきた感じです。で、えー、っと、ゲームバ率も見るんですけど、これトピックスワールことのマザーズですね。ここもこの三角持ち合いを今回下にブレイクしました、大幅に。で、下落方向にバンド多く形成しているので、今マザーズの流れが出てます。あとは MJ 倍率 マザーズ割ることのジャスタックですね。上昇するとマザーズより、下落するとジャスタックよりなんですけど、ここも大幅に切り上がってるので、昨日からですね。なので、今、マザーズの流れが完成してます。今のところ全般的に。今、マーケットの中で一番強いのがマザーズです。マザーズ。で、その次に、おそらくジャスタック、おそらくジャスタックかなで、あの、日経トピックスっていう形で順番が置き換わってるので、なので、今そこがね、あの、やっぱしその、いい状態になってる原因なのかなって気はしますね。マザーズ銘柄がね。個別銘柄ごとで見ても、 やっぱしかなりね、いい動き方してるところは今日は多かったです。はい。多かったです。まあ、その、難聴なとこは難聴なんですけど、ね、もちろん。主力ところで言うと j ターンに関してはまた5%相当上がってるし、プレミアアンチに関しても若干こう、下げたところから戻して5%中。で、ベースに関しても下がってたんですけど大きくですね。やっとここが動き出して5.7%ぐらい上がってるんですよ。ここはあ,あんまり最近動いてなかった、まあその、 注目してなかったところが動いてきたかなって気はしますよね。ただその反面、やっぱりその直近の詐欺がきついのが、今日戻しはしたんですけど、変化ですよね。変化が大きく、今2日連続で下がってます。で、明日3日目なんで、協約して3日目なんで、明日方向感が出てくるかもわかんないんですけど、直近上がっていたマザーズメーガーだから、他のマザーズメーガーで資金がローテーションしてる可能性は考えられますよね。はい。考えられますよね。 そこあたりかなと。で、メルカリに関してはちょっと弱いんですけど、高値圏内で追い込んでるような形なんで、まだ完璧にチャートがダメになってるわけではない。なので、現状のマーケットの状況を見てみたんですけど、日本株ですね。あの、個別銘柄ごとに言うと結構素晴らしい動きしてるんじゃないかなというふうに思います。僕の持ってる銘柄も上がって含み益増し増しになってますし、で、マザーズ銘柄も保有してるんですけど、まあ利益の方がまたね、ちょっとね、いい形になってきてるんですよね。うん。なので、まああの、今のところ、その、 もう一回日本株のターンが来そうな気もしなくはないです。さっきの NS 倍率を見るとですね。NS 倍スを。あるいは米国株から日本株の方に資金の流れがもしかしたら今後ですね、1ヶ月、まあ数週間以内に完成してくる可能性も一応考えられはするので、はい。考えられはするので、そこあたりをちょっと睨みながらかなって気はしますよね。この流れを見るとね。ただし、あの、 来月のメジャー S q はちょっと警戒しつつっていうところは、あの皆さん共通認識であの持っておいていただきたいなというふうに思います。一応まだ信用改ざん、まあ信用倍率、西の合計の信用倍率高いので、なので現状のマーケットの状況を見たんですけど、まあそういった状態です。はい。今のところ日本株に関してはもうちょっと上値を試すような形で持っていきましょう。まあ上がる銘柄がね上がっていくっていう状況なんで、ただしマザーズに関しては下げてた銘柄がちょっとね、やっと動き出してきたかなって気はします。いろいろとですね。はい。 で、あの、日経平均の主力どころもちょっと下げてたところが、ちょっと買い戻されてるような話があるので、出遅れの物色っていうところにも、ちょっとね、これからは注目してもらってた方がいいかなという気はします。上げてる銘柄はね、結構急ピッチで上げてるんですけど、さっきのレーザーテックみたいに。ただし結構上げすぎちゃってるんで、ね、短期的に。 やったら、あの、順番的にまたね、資金がぐるぐる回ってくるかもしれないってとことを想定しつつ、やってもらったらいいんじゃないかなっていうふうに思います。上がった銘柄一部利確して、他のところで資金回す人も多分いると思いますんで。なので、また動きがあったらすぐにですね、YouTube であったり Twitter で情報配信していくので、よかったらですね、僕のチャンネル登録と、あと Twitter のフォローしておいていただけると、すごい嬉しいのでよろしくお願いします。皆さん今ね、すごい良いマーケットの状況続いてますので、この段階で稼げるうちに稼いで、 いざね、あの、下げてきた時のために、補給をね、できるだけ抑えておきましょう。明日もね、いいトレードできるように頑張っていきましょう。お疲れ様です。